皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、電子レンジで作るおなすの煮浸しなんですが、めちゃくちゃ美味しくなるようにね、ちょっと進化させました。今回のこの組み合わせで作るなすの煮浸し、めちゃくちゃうまいです。味付けはね、めんつゆを使うだけなんで心配しないでください。間違いないです。そこに組み合わせる材料がね、ほんとなすのね、とろっとろになったこの食感をね、優しく包み込んで旨味をアップしてくれて、味でうまい。ほんとこれね、1回でいいんで作ってみてください。大満足間違いなしです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。おなす2本、ピザ用とろけるチーズ、こちらをね、まあ2つかみぐらい、天かす、こちらも適当に使います。鰹節一つかみ、仕上げのトッピングに使います。めんつゆ、ストレートタイプのもの 100cc です。そしてごま油、こちら大さじ1杯ぐらいで構いません。材料は以上です。まずはこちら、おなすの方から切り分けていきます。ヘタの方は切り落としてください。はい、そしておけつもちょこっと切り分けとします。そうしましたら、おなすね、半分に切ってください。そしてちょっとね、皮の方が硬くて噛み切りにくいので、少し切り込みを入れておいてあげます。この入れとくことによって噛み切りやすくなります。あとはね、おなすの長さにもよりますが、今回は半分ぐらいのこの 3,4 センチっていう長さにね、コロコロっと切っていきます。はい、おなすの皮の方に切り込みを入れます。半分に切り分ける。はい、これ2本ともいってください。おなすを切り分けましたら、今回もすぐに電子レンジで加熱するのでアク抜きしません。耐熱性のね、ボウルやお皿に入れてください。そこへごま油です。このごま油を、まあ、大さじ1杯ぐらい、適当で構わないんで、ちょっと回し入れます。まずはごま油をしっかりね、混ぜ合わせて、おなすの表面にね、絡ましてください。はい、これポイントです。色よく風味よくこれで仕上がりますんで、はい、しっかりと混ぜ合わせてごま油を表面に絡める。おなすの表面にごま油を絡めましたら、ラップをね、ぴったりとしてください。そしてちょっと表面にね、穴を開けておいてください。これでね、若干空気が逃げるので、ラップが閉まずに中がいい状態に蒸されて、おなすとろとろになります。はい、まずはこの状態で電子レンジ600ワットで、まあ5、6分ですね、おなすに火が通るまで加熱していきます。はい、レンジにセット。はい、今回とろとろに仕上げたいんで6分でいきましょう。600ワット6分です。はいよー、レンチン終わり。はい、そしたらちょっとラップ外してください。はい、これ見てください。もうおなすふにゃふにゃになってます。はい、そしたらここへチーズね、すべて加えます。ここでね、さっくり混ぜ合わせてください。このチーズとおなすを絡める感じ、このチーズがね、コクマロにしてくれてマジでうまいんで。そしてこのおなすの熱々の状態に混ぜることによって、とろけてよく絡んでくれます。これ適当で構いませんのでね、ちゃちゃちゃっと混ぜ合わせてください。ささっと混ぜて、チーズがね、とろけてきたら OK。 そしたらこのまだ熱々のところに、はい、めんつゆ、これ常温のままで構いません、たっぷり注ぎ入れます。この熱々にまだ冷たいめんつゆをかけることでね、味がぐっと染み込みますんで。はい、あとは仕上げで、カリカリの食感と裏っぽさを足すために天かす、これお好みでバサッとかけておいてください。個人的にはたっぷりかける方が好きです。はい、仕上げに鰹節。はい、このチーズ、ナス、鰹節、天かすを一緒に絡めて食べるとむちゃくちゃうまい。それでは今日もポーチいただきます。うん、めちゃくちゃうまい。このチーズのね、コクがトロトロになったナスに絡んでほんまうまい。もちろんめんつゆだけでもね、美味しいんですが、チーズと組み合わせるだけでね、このナスの煮浸しがめちゃくちゃ進化する。うん、
やっぱ天かすがいいっすね。カリカリの食感とね、味にパンチを加えてくれます。これめちゃくちゃおすすめ。で、これチーズ伸びてる、ビヨヨンやね。あ、うまい。これは止まらんで。いや、これをあてにお酒が飲みたいね。日本酒とかにむちゃくちゃ合いそう。うん、いや、この組み合わせ発見した時私もちょっとね驚いたんですけど、ほんま一回作ってみてください。むちゃくちゃうまいです。チーズとナス最強。うん、バカうま。